こちらの、ね、西から張り出す高気圧の勢力圏内となりまして、明日は天気回復するところ多くなりそうです。さあ、続いてお天気の流れも確認していきましょう。明日朝10時から確認していきますが、お深夜0時まで見ていくという、うん、20日水曜日どこ見てるんですか。ちょっと待って。はい、お天気カメラ確認しています。私の知ってる天気じゃないぞと思って今一瞬混乱しましたけども。はい、お天気カメラ現在雨が降っていたんですけども、19日火曜日明日の10時になると日差し届いているところ多くなります。ただお昼過ぎになると静岡県